前はもう早引けているということで、今回は超定番ダウンピッキングフレーズということで、前回のダウンピッキングのコツでまあちょっと速さを覚えたのであれば、他のあのちょっと定番のあのフレーズなんかもやってみようかなということで、まあダウンピッキング、まあ前回のちょっとこう派生した応用な感じでちょっと楽しんでいただければいいかなと思います。ただ前回でも難しいのはやっぱり弦が違うことですよね。パワーコードが途中で入ってくるんで、あの全部ダウンで、前回教えた通りこのピッキングを利用してこういう風に弾いていくっていうだけなんですけど、気をつけなきゃいけない点、そうだね、やっぱりね、1本だけで練習してるとそれしかできなくなっちゃう。だから前回のダウンピッキングのコツで、まあスピードがある程度上がってきた人はやっぱり弦を変えてやってみるね。この瞬間とかは結構違うんですけど、ダウンピッキングだけだと6弦だけだとこれで良かったものがいきなりこう変わる感じだから、どっちかというとムチを叩くイメージを、どっちかというとこの手の動きも今まで通り同じ場所を動くんじゃなくて、こうみたいに、この手の平行移動ですかね、それがこう瞬時にみたいにできるようになってくると、より今回のフレーズもハマっていくんじゃないかなと思います。ダウンピッキングのコツ、2週にわたって、お届けしていますけども、結構人を選ぶかなとは思いますので、自分に本当当てはまるかどうかやってみて、ぜひ練習して上手くなってもらえればだなと思っております。この動画いいねと思ったらぜひチャンネル登録、お待ちしておりますのでお願いいたします。では今回この辺で失礼いたします。バイバイ。